藤田博士輝は日本のバスケットボール選手、指導者である。選手として2008年に BJ リーグの浜松東三河フェニックスに入団し、BJ リーグ宮崎シャイニングサンズに所属していた2011年に引退した。引退後は通訳兼テクニカルコーチとして宮崎に泊まり、その後 BJ リーグ群馬クレインサンダーズのアシスタントコーチを経て、 2014年に BJ リーグ福島ファイヤーボンズの初代ヘッドコーチに就任。2016年にはサイエンネオフェニックスのヘッドコーチに就任した。埼玉県出身。ハワイ大学広港を経て、2008年に浜松東三河フェニックスに入団。2010年宮崎シャイニングサンズに移籍。2011年引退。 引退後は、宮崎の通訳兼テクニカルコーチを務めた。2013から14シーズン、群馬クレインサンダーズのアシスタントコーチに就任。2013年12月15日にヘッドコーチのライアン・ブラックウェルが更迭され、藤田がヘッドコーチ代行となった。最終的に群馬は13勝39敗で、東地区11チーム中10位に終わったが、 ブラックウェル式による試合が3勝17敗であったのに対し、藤田は10勝22敗と、群馬の勝ち星の大部分は、藤田の式によるものだった。特に3月は5勝5敗の5分で、当時、東地区主位の秋田農山ハピネッツからも勝ち星を奪った。シーズン終了後、契約を更新せず退団した。二千十四年六月、 2014から15シーズンより参入する福島ファイヤーボンズの初代ヘッドコーチに就任した。福島とは藤田の祖父母が合津若松市出身という縁もあった。2016年6月、3円ンンネオフェニックスのヘッドコーチに就任。2019年6月、琉球ゴールデンキングスのアシスタントコーチに就任。12月、ヘッドコーチに昇格。 2021年6月、琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチを退任、仙台十9アーズのヘッドコーチに就任。AB2013 から2014、シーズンアシスタントコーチ契約のお知らせ、群馬クレインサンダーズ、オリジナルの2015年3月24日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20150324055406/http://www.g/.thunders.jp/.news/.detail/.225/.2013 年11月7日閲覧。群馬クレインサンダーズ。BJ リーグ。 2014年6月5日閲覧。泉千一、ターニングポイント、バスケットボールスピリッツ。2014年6月5日閲覧。ヘッドコーチに、藤田氏 BJ リーグ10月参入の福島、ファイヤーボンズ。福島民放。 http://www.minpo.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ20140605161022014年6月5日閲覧サイエンネオフェニックスヘッドコーチ契約及びアソシエートヘッドコーチ契約締結株式会社フェニックス2016年6月2日閲覧琉球ゴールデンキングス 藤田博士輝氏が AC に就任、昨季まで3円ネオフェニックスを指揮。バスケットボールキング。h t t p s b a s k e t b a l l k i n g j p n e w s j a p a n 2 0 1 9 0 6 1 1 1 6 7 9 8 7 h t m l 2 0 2 0年2月22日閲覧。 藤田博明 HC 就任のお知らせ。2020年2月22日閲覧。h t t p s w w w 8 9 e r s j p n e w s d e t a i l i d 1 5 5 6 0ありがとうございます。